私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日お話ししたいのはクランの件なんですけども、前回、悪魔クランの方で、出張サービスの場レイドのさせていただくっていうところでと告示したんですけども、結構大盛況でですね、今も結構依頼の方いっぱいいただいてまして、今週も行くのと、あと昨日ですね、昨日私も直接参加させていただいたりとか、結構需要があったみたいで、大盛況でございます。はい、でもう一つ悪魔クランがですね、このトップ CXP クランのランキングにこう乗っちゃってます。6位ですね。はい、で一応このランキング、XP ですね、クランで集めた、XP の、総合数値のランキングなんですけども、この今のところこの、プレスのコミュニティの中でクランの中で6位という感じになってます。それだけ今ね、活発に動いてますよっていうところなんですけども、今メンバー自体は32人で、インリス的にはね、大体7、8割ぐらいはインしているような状態で、今も何組ぐらいかな、2組ぐらいでレイド回してるんじゃないですかね。昨日は、3組かな、出張サービスも入れて3組で回してみたみたいなところになってます。はい、でまずお話ししたい件はね、一つなんですけども、このクランの空きも今ありますんで、もし今あんまりクラン活動されてない方とかいたら、よかったらね、悪魔クランの方ご参加していただいて、一緒に、もっと盛り上げていこうじゃないかなっていうところになってます。でクランに入る条件なんですけども、私の悪魔クランコミュニティっていうのがプレステネットワークにありますんで、そこに参加していただいて、そこでちょっと少し悪魔クランのメンバーと遊んでいただいてから、ちょっと入っていただくみたいなことになりますんで、もしよければそういう形でコミュニティに参加して、メッセージの方をいただければと思います。直接ね、コメント欄の方にコメントが記入して、どうすればいいんですかっていう質問とかも全然ありなんですけど、基本的にはそういうルートを通って入ってもらうことにはしております。あとは生放送中にね、一応入りたいですみたいなことをいただいても全然構いませんので、よかったらお気軽にお話ししてみてください。でこれ皆さん頑張っていただいたおかげでクランキャッシュが、こんないっぱい溜まっちゃってます。はい、今今週がですね、こんな感じですね、3000万ぐらいの、方が1、闇影さんって方、ゆっとさん、稼働研さん、前回も結構3000万単位のやつがかなりあって、稼働研さん、サバミゾさん、でリムルンさんか、結構頑張っていただいて、こういう方々がね、頑張っていただけてるんで、もうこうやって、こっちのクラン XP のランキングにも入ってるんじゃないかなっていうようなところです。そんななんかノルマとかそういうのはないんで、皆さんで、楽しくレイドをね、参加してみたり、逆に装備厳選一緒にやってみたりとか、情報交換したりとか、そういったことをね、楽しくするために存在するクランだと思っていただければと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でね、大した話じゃないですけど、クランがせっかく盛り上がってるんで、ちょっとメンバー集めてみたいなっていうところでちょっと動画出させていただきました。また生放送と、あとは、新しいレイドとかの情報もね、結構ちらちら入ってきてるんで、そこをまとめてね、皆さんにまたお話ししたいと思います。ではまた、今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。猫が呼んでるんで、またお会いしましょう。ではまた、バイバイ、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後に、ベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。